こんにちは、こんばんは、あるいはおはようございます、ビビです。ノースアトランティックっていうゲームでちょっとね、概要に出て漁をしてたんですけど、なんか気がついたら雨で大しけになってた。まあ言うてね、このくらいのしけだったらなんとかなるんじゃないかなと思ってちょっと舐めてたんですけど、まあちょっとねこれやっぱ帰ろうということで、しばらくはちょっと漁を続けようかななんても考えてたんですけれども、まあ、帰ることにしたんですよ。なかなか前向いて進まないの、雨も降るし大しけで波も荒くなったのでね、でまあ悪戦苦闘しながらなかなか舵も切れないんで、まあこういうね、嵐の表現も面白いなと思って、まあファストトラベル的にね、いきなり港に飛んでいくことも可能なんだけれども、しばらくこの大しけの状態を楽しみながら、まあ港に帰ればいいじゃないのみたいに思ってたんですよ。まあこの辺まではね、全然おおいいじゃんこの波の雰囲気もね、なんてね思ってて、まあ、普通にこう、このゲームのこの大しけっていうのはどんなものなのかなっていうのをちょっと体験してた。まあ間もなく天気も晴れて、まあ海っていうのはこうやってね、あっという間に様変わりしますよ。ベタ投げからしけに、その逆もしかりで、しけからベタ投げに変わったと。ああ言うてまあ大したことなかったなってね。実はこれ今ね、エンジンかけてるんですけど、エンジンがかかんないんですよ。あれーみたいにねんどうしたみたいなことですよね。で何がおかしいんだろうっていろいろ見てたら、あらガソリンないやんこれね、後で気がつくんですけど、しけの時にこういった小型の船でまあこうなんていうの、運航してたら船にダメージが入って、でガソリンもダダ漏れになっちゃうみたいなんですよ。でこれどうしようかな、なんぞいい方法はないかな思ってたら、見ててこれアニメーションで何かあれと思う点ございませんか。ちょっと太陽を見てですよ、船を見直すと、なんと船が浸水してるじゃございませんか。おいマジかと、これ概要なんですよ、これやばくないと思って。でね、でもまああの概要でしょ、でガソリンもないでしょ、船壊れてもう沈みそうですよ。ちょっとねゲームとはいえ海を舐めてたなと思って、ちょっと反省、セーブもしてないし、でこれファストトラベルとかできないかなと思って、まあできませんよ、黒塗りになっててね飛ぶことができない。あとは死を待つのみですよね。ゲームでもね、たとえゲームでも死ぬのは嫌ですから、何か策ないかなと思ってたら、あそっかそっかと、あの救助要請できるんだと思って、もうこういう時のためのねこういう装置なんでしょうね、だから救助を要請すると、8000ドル払ってあの引っ張ってもらうっていうことなんですけどまあ8000ドルぐらいだったら金持ってるからいいかみたいに思ってたら、あれ船のカラーリングが変わってるぞ。これね、あの8000ドル払った上にさっきまで乗ってた船は、もう破損したので新たに買い直せっていうことで、この船ね強制的に買い直しということになりました。だからこのあの船の縁がね、もともと俺はカラーリングブルーにしてて、名前もねBB フィッシングシップってしてたのに、もうねまあ面白いっちゃ面白いんだけどね、ちょっと舐めてました、えらい損害でございます。フィッシングプラネットもね、こういった波のねなんか変化っていうの、天気でね、そういうの取り入れてくれると嬉しいんだけどね、とりあえずちょっと舐めてました、反省というわけで BB でございました。荒れてる海に出ちゃダメよ、うん。